はようございます。あ、加工が外れてる。あ、リオンちゃんおはよう。やだな。加工外れてる。おはようございます。やった、今日も早起き。今日も早起き。ねえよ。昨日はですね、キャリチャの枠でキャリマヨ配信したんですけど、来てくれたみんな。あ、みゆ、みゆ元気？ねえ、奈々ちゃんのとこで見かけてるよ。元気だった？久しぶり。何してたの？寂しかったんですけど、久しぶりみゆ、久々のイケメンよかった。でもさ、なんかアンチが意地悪だよね。ほんとアンチ意地悪。うん、アンストじゃ、なんで、見れなかったか。あれね、昨日はね、超高級ご飯屋さんで誕生日会して、おそろのジャケットかわいいよね。ちょっと待って、これおそろいで買ったんだけどさ、マジかわいいかな。マジかわいいから、これプレゼントした、おそろいで。これに、ね、これかわいくない？結構ハイウエストなんだよね、これ。かわいいっしょ。でも腕がちょっと長いんだけど、これで M サイズ。かわいいっしょ、ミュウ。これザラで買った。ザラで8000円ぐらいかな。で、これにさ、ミニスカデニム、かわいくない？ハイウエストの。デニムスカート、これに。絶対可愛いね。ハートの中に見えるのはだったから、キャリーちゃんとお揃いでプレゼントしたんだ。でもさ、ザラってさ高いよね、ちょっとね。うん、いいでしょこれ。私、しかも私が選んだ、これマユが選んだデニム。デニムは似合う人は似合う。ちなみに前よね、デニムデニム似合うタイプなの。デニムデニム似合う。うん、これね、多分オーバーサイズなんだと思う。 S にすればよかったかなってワンチャン思ってるけど、まあでもね、寒い時もあったかいね、なんか着れるかもしれないし、ちょっとデカめにした。うん、デニムデニム私似合う、ほんとこれマジ。うん、デニムスカート絶対可愛いって。うん、なんならまあこの中にトレーナーも着れるから、ちょっと大きめがいいかなって思って。うん、そう、キャリーちゃんとお揃いでーす。で、皆さん、まあ何かとは言いませんが、一応キャリーちゃんの宣伝がありますね。キャリーちゃん昼間から配信するんで、よかったらそれを見てください。なんか展開があるかもしれません。キャリーちゃん昼間に超重大発表するから、よかったらみんな集まって、キャリーちゃんの枠、超重大発表がある。うん、ガリサワ美味しかった。初めてガリサワ昨日飲んだんだけど、美味しかった。あ、ゆうちゃんおはよう。うん、ゆうちゃんおはよう。
まりちゃんないので、私は特にないけど、まあ、昨日配信会で、まあ、キャリーちゃんと遊んで、なんか何がいけなかったんだろうっていう、なんでこんな喧嘩になっちゃったんだろうとかって、あのカップル配信者とかでもそうだけど、きっと友達もそうなんだろうなって思ったけど、ちゃんと配信会の時間を作らなかったことだったのかもしれないなって。だからまた配信会で遊ぼうねって。ガリさんが頼んだところも、え、うまくて3杯ぐらい頼んだかな。でもハマりすぎて、あれ次の日飲みすぎて、なんか塩分でパサパサになりそう。ちょっとハマりすぎて、あれはちょっと危険な感じ。あ、キャリーちゃん、あのね、キャリーちゃんの昼間に配信、あ、みんな見に行ってねってさっき伝えた。また遊ぼうね、キャリーちゃん。ね、キャリーちゃん、あのさ、これ今度さ、あれしようよ。今度これあれしようよ。あのセットにしてさ、なんなら全身オソロも良くない？中もスカートもさ、デニムスカート、めっちゃ良くないそれ？オソロコーデ、真っ黒黒、じゃあお団子にして、キャリーちゃん ね、めっちゃ可愛い服買ってた。しようしよう。なんか昨日会えて本当嬉しかった。本当は配信では言わなかったけど、本当にね嬉しかったんだ。他にも買った、アウターもう一個買った、アウターもう一個買った。それはもう私っぽい感じの、いや、寝起き単純に。これめっちゃ眉っぽい。いや、これ H&M、これさ、生地がね、ジラピケのもちもち生地でさ、生地がめっちゃいいなって思って、これ買った。これもちもち生地。あったかいし、気持ちいい。けどなんかチャックが壊れてんだよな、これ。あってきた。でもこれラスイチだったから、これ4000円かな。H&M で買った。H&M で。これラスイチだった。これ可愛いよね、眉っぽい、めちゃくちゃ。そう、キャリーちゃんも迷ってたけど、キャリーちゃんなんかね、ピンクのトレーナーとなんかピンクのなんかキラキラっぽい服を買ってた。キャリーちゃんらしい、そうそう、ラインが可愛いんだよ。なんか形が可愛いかな、これ。でもポケットがない、なんかそれがちょっと、ポケットがないんだな。ワンピースとかにも合うアウターも買えばよかったのに。え、さっきのあのデニムジャケット合うんじゃない？ただ買うの忘れた。ワンピースとかスカートとか欲しいんだけど忘れちゃった。よかった、短い丈だとおしゃれ感増す。私もちょっと今おしゃれに目覚めてきてるから。てかね、あの一人で洋服買うの本当やっぱストレスかも。昨日キャリーちゃんとさ見に行ってさ、あの人がいるとなんかこう買おうってなる。でもキャリーちゃんって全部いいねっていう、私がこれどうって言ったら、いいね、え、これはいいねって。え、でもさ、でもこれもそう、でもこれってさ可愛いけど、
こうでこうじゃんじゃん、あそうだねみたいなそうそう全部あの同調して、そう否定絶対しないそう舞ちゃんアマゾン買ってて、いや特に今のところないよ、福ちゃん否定しない友達、私でも言っちゃうんだよ、でもそれさダサくない正直とか言っちゃう、真逆ほんとキャリーちゃんと、でもそれちょっとさ太って見えるかもとか言っちゃう、難しいよねここは、はっきり言ってほしい人もいれば、ね、気を使ってほしい人もいる、これはもうでも正解ないよね、アマゾンで働いた元から、いやいないですね、否定はしないけどこっちの方が似合ってる、まあでも全部あの肯定してくれたけど、楽しあのやっぱそれでもやっぱ一緒にいた方が、ああだからキャリーちゃんってほんわかしてて、私はっきり言うからなんかいじめてるように見えるのかな、だから昨日だってさキャリーちゃんの枠でさ私映ってるだけでこれ以上利用するなとかすごい来てたけど、キモくない、そうだよ昨日もね 大変だ、まあでもいつもよりはマシなんだけど、いつもよりはキャリーちゃんがブロックしてくれたからね、でやっぱその主がブロックしたらさブロックされたくないからさ言わないじゃん、マサオくん面白かった、おい、まゆちゃんの悪口言うな。そう、配信が違う。そうそう。あ、ちょっと似てんじゃん、しかも。それに来て、これでしょ。うん。まゆちゃんの悪口言うな。まゆちゃんいいかな。あ、ありがとう。あ、お寿司。あ、ゆうちゃん、ナイス、ゆうちゃん。ありがとうございます。あとですね、那須、26日、土曜日から、朝から行ってくるからよろしくね。26日は、三様まで、27日、和道さん、遊べたら、あ、和道さんに LINE しとこう。うん、あ、鍋場ね。そうだね、うん、そうじゃない、多分カラオケまた行くと思う、あのミサママの枠でね、ミサママもちょっと本格的にふわっちをあの始めたいらしくって、うん、だから全然ミサママの枠で、だからミサママ通知してね、みんな、うん、ミサママ通知しといて、ミサママが本格的にふわっちを始めるらしいね、ミサママって当時あのツイキャスであの閲覧2000人の中雑談した、家で当時そうだね、1000本当に1000人から2000人ぐらいでやってたよね、ミサママってすごい大手なんだよミサママ、でもやっぱりその配信しなくなるとさ見なくなるから、やっぱり一番大事なのって毎日配信をつけないとみんなの見る習慣があのなくなっちゃうもんね、うん、そう当時人気だった、そうそう私も見てたし、うん、であのミサママは本格的にふわっちで頑張っていくらしいから、そうだから 定時配信は無理だけど、やっぱ毎日配信するってね、え嘘でしょ、ここマキ3人いんの、そうミサママは西野かなって感じで26日だね、
嘘でしょ、嘘だ、マキが4人もいるわけないやん。いや、ミサママってなんかね、すごいあの明るいよね。もう私私がお酒を飲んで、こう同等ぐらいのテンションの高さ。だからミサママといるとお酒飲みたくなっちゃうんだよね。うん、いやマキって珍しくね、女の子で。マキって珍しくない？男の子とちょっと間違えられたりすることあったでしょ、名前だけだと、うん、男好きなとこが似てる。マキって私出会ったことない。私マキっていう男友達だったらいたんだよ、マキ、うん、あ、名字でマキってやつがいて、だ結婚したらマキマキだねとか言って、名前でもマキっていた。マキオ、マキオってやつがいたんだよ、マキオ。昭和ぐらい、ギリギリ昭和ぐらい。私平成4年ってギリギリ平成なんかな。私もマキだよ。あ、そうなんだ。へえ。あ、マキちゃんってそれ本名だったんだね。でも私マキって、マキよりも眉っぽいって絶対に言われるけど、マキよりも眉っぽいって、眉って感じがするって、うん、そう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 。みゆ久々会えて嬉しいよ、急にいなくなって。でもね、奈々ちゃんの枠に見かけてたから、あ、生きてるなって思って。なんで眉にしたの、マキの。いや、なんか普通に水商売やった時に眉にしてたの、ただそんだけで。その時に名前何にしようかなって話になって、眉でいいんじゃないって。なんでかって、ほら、同じ魔行の魔だったら名前覚えられやすい、自分のね。なんかほら、私自分で名前呼んじゃうから、私ってあんまり言ったことがなくて、でも眉の方が慣れた、眉って感じも自分のこと、うん、私も自己中、マキって名前自己中な。昨日は何かあったのかな、昨日って何かあった、シンプルかつ団体に言いたい。おはようございます。今日私は7時に起きて、で昨日すぐ帰って寝ちゃってさ、ほんと最近規則正しい、うん、プライベートで迷って言っちゃいますか。だからキャリーちゃんといる時とか、やっぱ配信外でも自分のことを迷って言っちゃうよ、迷っ、そうだね。あ、でもマキって呼ばれてる人にはマキって言うけど、おはようございます。昨日はちょっとイライラしたな、でもやっぱり前なんか言葉がきついのかな、言葉がちょっと荒れちゃったんだけど、うん、まあでもただのアンチだよね、うん、うん、まあそうだね、確かに楽しんでる時にね、うん、確かに、眉がアンチコメを反応すると、いやでも反応しないとずっと連投し続けるから、これ私がもう実績がある、そう、あ、で、あ、ブロックされちゃうっていう、そういうことを書いてるみんな、うん、ね、
そうそうそう、注意も大事だよ。だってスルーしないといけないのもおかしいしね。嫌なことは嫌だから。うん、ブロックって多分、でもいいんだよ。だって私の視界に入んなきゃいいもん。前の視界に入んなきゃ全然 OK です、それは。そうで、キャリーちゃんもブロックしてくれてたしね。まあ全然それで納得。昨日毎日のあんちゃん本当だよね。あねえ、らしいじゃん、ゼロ配信してたらしいじゃん。見てないんだけど、これあの本当にガチで見てないんだけど、なんか言ってたの。本当だよね、前のあんちゃん強烈だよね。本当そう思う。昨日キャリーの枠でコラボ、そうなんだよね、キャリーちゃんの枠で。キャリーちゃんあのほら、あキャリーちゃんほらイベント中だったからさ、あそうなんだね、前にブロックされたっていう恩礼もたまに、ああね、アンケート、それ何、どうだったのそれは。まゆちゃんの勝ち、大体半々だった。大体半々の誤差だったもん。じゃあ別にどっちもどっちじゃん、どっちも同じぐらい。まあ、でもなんかそれってでもさ、あのアンケートって思うんだけど、その枠の主がなんかどっちを嫌いかどっちを好きかで決まるよね。であのリスナーさんってその推しの意見をこう尊重するからさ、だからそれが違うタワークの私のアンチの配信者だったらもう私 20% とかじゃない。印象操作じゃなくって本当そうなんだよ。でも私アンチ多いから、アンチが私にいい絵を押してそうだけど、それ言ったの、ゼロはなんて言ってたの、それなんで言うの、それなんて言ってたの、それだから、要はなんかその、まあ、実はその私ってほら整形詳しいじゃん、だからそのついてきてほしいって言われてて、実はあの一緒に行く予定だったんですよ。私も無料で治療を受けれるしラッキーと思っていろんな病院を私探してあげてて、そうそう探してあげてたんだけど、ちょっとタイミングがね、そうそうそう、あ整形やめたんだね、あ嫌味な言い方ではなかった、ああね、そういうことか、まあでも別にそれはじゃあ私が決めたことだから、全部まゆがあの決めたことだしね、良くないなって思って、奥ゆかしくないかもって、そうそう、ああだからその90、だからそのリスナーが憶測で言ってるってことでしょ。これで分かったかい、私は本当に変わろうとしてるっていうことがさ、分かったっしょ。
得してた。昨日下ネタ言ったのはもう我慢してた、ずっとで、キャリーちゃんも配信のだから、キャリーちゃんのお酒飲んでたらもう言いたくて仕方なくなっちゃって、多分ストレス発散にもなって楽しかったけど、いや見たいっつうか違う、それはあの配信会のだって治療だって見せれないもん。ただ なんでそれ言ったのかわからん、なんでそれ言ったんだろうって。そう、前の大笑いが面白かった。いやもうね、いやもう普通にあの配信切った後も叫んでた私、いろいろ聞いてさ、マジで、なんでもふわっち戻ってきたのかな、あの彼は。ふわっち戻ってきたのかな、あ戻ってないの、ただの遊びで、たまに、あそうなんだね、あであのキャリーちゃんにお金返してもらった11万、あそうなんだ、ツイートしたからね、もうそれ証拠、なんか私のアンチがね、何あれするからさ、残り11万、私のアンチが眉が隠蔽するとか、私そんなこと絶対しないんだけど、まあ、だからツイートしました。40万差、すごいね、せいちゃんすごいな、せいちゃんすごいね、なるほどね、多いな本当に、なるほどねすごいな、つまんない女にはなんないでほしい、私はでも、まゆちゃんとバトル絶対したくないよ、それがまあイベント中だったな、まあ ネタにもなるしね、あれだけど、ふわちリスナーだけで、いや TikTok ってほんとすごいよね、でも大変そう、 TikTok の方が簡単に稼げるわけじゃないしね、お金持ちって気難しいじゃん、本当のお金持ちって難しいよね、そうだね、お月ちゃんの話はちょっとやめよう、そうだね、バトルバトルバトルでしょ、だってうちのおかんが TikToker になっていっとき、もうバトルバトル、いろんな外人からバトル申請来て大会したもん、おかんでさえめっちゃバトル申請来るわけだからさね、いやだってさ疲れそう。私そのイベントってさ、やっぱりそのこう頑張らないとっていうさ、あれを毎日でしょ、すげえなって思うわ、リスナーさんも疲れるだろうし、ほんとすごいよね、他の TikTok ら、でもなんかほんと数日とかだよ、数日、あなんか枝毛がある、そうイベント終わったら力尽きちゃう、ほんとにだからイベント終わった翌日やっぱちょっと一日休んじゃう、もう疲れちゃって、ただそんなのね、 TikTok はこう規模がでかいから
みんなすごい大変なんじゃない？なんかもうその私のリア友はいるじゃん。リア友もう TikTok ハマっちゃって、で TikTok のイベントもやっぱそのリスナーさんで裏で団結するんだって。なんか例えばさ、今赤出し誰がいる？例えばムーンさんのこのプロフィール開くじゃん、もうすぐ DM みたいなの送れちゃうから、でみんな赤出しだし、で誰が投げてるかとかも分かるから、リスナーさん同士 DM が来るんだって。何月の何日のイベント頑張りましょうねとか、みんなで団結頑張りましょうねとか、で私はこの日はちょっとこの日投げれるけど、このこれは無理だから、あなたこの日投げれますとか、わかんない、みんながみんなそうじゃないかもしれないけど、私の友達が結構そのなんかその投げるタイプの人で、ちょっと目立ってる投げ師で、 DM めっちゃ来るんだって。めって、あとはなんかあんな投げ方してめっちゃかっこよかったりするとか。そうだからこうね、投げなきゃもなっちゃうし、ありがとうございます。そうで仕事中もなんかなんつうの、やっぱこう見てるってさ、なんかもう気になっちゃってて、でもそれが揉める原因にもなる。でもなんかその揉める原因になるのかもしれないけど、ふわっ赤出しだからみんなアカウントがバレてるから余計なことでも言えないんじゃない？仕事中トイレから投げてる人、いる。そうだから、そう、いや TikTok の方がそうだと思うよ。リスナーさん同士のそのだってほらタヌキだから連絡取りようがないじゃん。特にうちなんて。いや、あとはその TikTok やってる配信者の友達が本当にウフワッチのがいいと思いますよつって、マジでドロドロしすぎてるって。闇が深すぎるつって。ウフワッチのが全然。あと火薬さんも言ってたしね。まゆちゃん絶対ふわっちのがいいからって、まず楽しくないって、コメントがまず楽しくないって。あー、まゆちゃん遅ればせながらイベント、ありがとう、 S ちゃんありがとう、お疲れ様でした。 S ちゃんね、イベントにね、総合ね、この前1位とね、今回が総合6位、ありがとうございました。ドンチキドンチキドンチキ、ありがとうございます。TikTok のモデが挨拶回り、そうなんだ。俺と前は配信が似てるすごいってリスナーさんから言われるって褒めてた。そうなの？いやマジで似てないと思うんだけど、それに関しては。いや似てないだろどう見ても。男芸ぐらいかな。ふわっちの若投げ師のレベルと TikTok の全然違う。そうだね。まあ、でもまあそれでもやっぱふわっちに居続けて、私はやっぱ自分が楽しくないとさね。そうなんだ。どうなんだろう。そうなの？マユリスになってる人いる？実際そっからマユリスですみたいな。いや実際どうなの17号さん。いやー、一人しかいないじゃん。いや、やっぱりその天然さんとか誠司さんに行くって、
いやでも TikTok はほぼついていかないとは思うよ。前に水で取られたから。だからそのカップル配信者ってさ、その配信では言えないけどダサいから、ダサくて言えないんだけど、多分ほとんどはそのやっぱライバルだから取られたとか、あ最近あいつに投げてる、こいつムカつくとかね、言えないんだけど、多分そうだよ、私もそれわかる。うわあいつに投げてる、えとか私んとこ来てないとかね、え取られちゃったのかなとかさ、いやでもじゃあリスナーさん目線、なんかそのほらあるじゃん、リスナーさん目線ね、そんなのかどうでもいいっつうかさ、とかあとまゆちゃんが喜んでくれると思ってっていうこともある、優しすぎてうちのリスナーさんが、いや別に全く残念とかもないんだけど、残念だったら行くだろ、まきちゃんデコネとコラボする予定ある、えなんかさ姉さん今月沖縄行くって言ってなかった、沖縄行ってないよね、まあ、でも来月東京来るって言ってたから姉さんと出かけたいね、一泊の二人でデコマユで、ね、なんか言ってない、今月ちょっと沖縄行くからちょっと来月がいいって言われたけど、そうそう姉さんと、なんかそのきっかけが温泉旅行行こうって私が誘ったの、病んでたから、そう、それでじゃあ来月行こうってなって、まあ別に今病んでないけど、でも姉さんとは行きたい、勝負指摘の話してたのに、えでもさ私思うんだけど、女の子同士の下ネタぐらいはしたいんだけど、それはマジでしたい、コメントでね姉さんと下ネタの話してる時にやめなよそういう話みたいな、マジでそういうのやめた方がいいよと、でも姉さんのところはめっちゃわウケるみたいな、わらわらわら、でも全然温度差が違うんだけど、えそれは良くない、それはちょっとさ、キャリーちゃんとの下ネタも楽しかったしね、すごい、ね、DM めっちゃ来たの昨日、まゆちゃん下ネタすごい言ってる、まゆちゃん大丈夫酔ってるとか。まあでもさ、ね、女同士だったらね良くない、たまにはどっかであの毒を出さないと楽しいしね、DM 来たんですよ4人ぐらい。そうそうね、その女同士のそれがまた楽しいよね、違うの、心配してくれって言ってくれた私のガチのマイリストだったんだけど、そう、まあ、でもあの私がそう決めたことを決めたことだから配信で、だからあまゆちゃんせっかく新まゆなのに、まゆちゃんがあのね新まゆがあの継続してないとまゆちゃんが困っちゃうかもっていう気持ちで言ってくれたからと思うから、女同士は OK にしよう、そう、キャリーちゃんの時はやめた方がいい、キャリーのでもさ、でも私思うの、そういうのを気にしてキャリーちゃんと気にして配信したら多分つまんない、結局そのキャリーマイ面白いっていうのはそのね、デコボコの感じ、全く真逆な感じがまた楽しいしさ、だそれそういうの言ってくるやつはブロックすればいいからね、あこれね、えこれモンクレに見える、これマジ、これ H&M で3500円かな、
あったかいジラピキみたいなもちもちで、うん、あーまゆちゃんおはよう、今日もかわいい。あ、ひまちゃんありがとう。ひまちゃんナイス。あ、秘密の楽園の時からのリスナーさんゲットだぜ。秘密の楽園デビューしてリスナーさんをゲットした、嬉しい。今日の予定は特にないですね。特に、いやもう安いのでよくない？服ってさ、どうせ来年も着ない、着るか分かんない。うん、男性リスナーさん、うーん、まあちょっと増えたっちゃ増えたかもしれない、まあ、でも別にあの男性リスナーさん欲しいなって言ってたけど、別に、まあ、好きな人が押してくれたらいいや、まあ、性別とかも どうでもいいかな。ぐっすりまゆたの動画そう見てない、恥ずかしくて見てない。マユリスって女子率めっちゃ高いよ、めっちゃ高い。うちは同性が多いです、嬉しいことに。ありがとう、ドリチン風船ありがとう。あ、巻き巻きもバブルバブンありがとう、うんうん、散々私はモンクレ買ったけど飽きちゃった。え、でも私も H&M どうだろう。いやでもさ、モンクレ高いよね、50万とかする。この前もうやめようかな。うん、あ、そうなの、 Y 君仕事の疲れ吹っ飛んだ、本当ありがとう、頑張ってね。仕事の疲れが吹っ飛ぶぐらい楽しかったらしいよ、昨日のキャリマユ。でもよくないよね、あの下ネタ言いすぎるのもね、惹かれるよね普通に男からね。でもモンクレール軽くて確かにあったかいから着るけども、この前だからさ欲しくって行ったんだよ、アウトレット御殿場プレミアムアウトレット、モンクレール持ってるけど可愛くない。あ、ねえワイク行ってらっしゃい。持ってるけど、昔ね、昔お客さんに買ってもらったやつ1個だけ持ってるんだけど、可愛くないそれが、なんかゴキブリみたいな、なんかあの黒光りしてるやつ、なんかテカテカしてるやつ、そうじゃなくてマットの色の黒のやつが欲しくって、ただね、可愛い可愛くないとかじゃなくて軽くてめっちゃあったかいんよな。あったかいやつって重たいじゃん、うん、だからね、そうそう一瞬流行ったんだよ、モンクレで光ってるやつダサいよね、うん、だから欲しいけど、でも50万か、値上がりしたねほんと、うん、うん、でちょっとさ、ちょっと安くてもカナダグースももう重たいしね。そう、あ、でもユニクロ軽いけど、でも やっぱり寒い、あの軽さはだいたい寒いから、うん、倍ぐらい上がったんじゃない、昔に比べたら多分。自分で 買えないよ、いや無理か、 50万、うん、いやカナダグースの重たいからやだ。よし、機能性だね、間違いなく。やっぱ機能性がある方がいっぱい着る、デザイン重視だと、うん、もう着なくなっちゃう前は、うん、まあいいか、
マンスリー1位になったらモンクレを買おう自分に。マンスリー1位にいつかなったら、そう目標で自分にお祝いでさ、でマンスリー1位になったら賞金100万円だもんね、賞金で買えちゃうもんね。いつになることやら、私はいつかマンスリー1位を取ることができるのかな。うん、私はプラダ欲しい。なんかプラダも昔は安かったんだよね、プラダって。私一番最初に自分で買ったことがあるブランド、そのプラダなんだけど、10代の頃かな。プラダってなんで買ってたかって、ハイブラの中で一番安かったからさ。そう、それが今もうほんとカバンが10万とかで買えたの、10万ぐらいで、それが今安くて50万とかじゃない。いや誰もいないよ。ザラいいけどザラちょっと高い。昔ディオールも安かったのに、そうそうディオールも100万か今。あのなんかちっちゃなさあれ100万だよね。考えられません、いらない、てか無理やな、私ガサツだから汚しちゃうし。あ、分かる分かる、セールが鬼アツだからザラは12月のだから、あのなんていうのバーゲンセールあるじゃん、あの時に大量買い、ほぼ半額、半額から半額以上とかね。うん、そうザラのセール楽しいよね。それまで、それまで我慢しようかな服買うの、うん、ね、その時にワンピとかスカートとか大量買いしようかな、うん、今別に買わないで、うん、は冬、そうそうそう冬のね、月末かな、12月の月末からお正月の期間ね、めっちゃ安いよ。私もネットでよく買ってたから、会場に立っても、いや、着るよ。てか服捨てようかな今日、断捨離しようかな。うん、いや、あの、そ、店舗でもセールなるし、ネットでも、そうそうそう。今日何食べようかな、捨てないと。そうそうなんだよ、引っ越したいな、なんかなんか引っ越したくなってきた。引っ越したくなってきた。神奈川とか住もうかな、神奈川とか、神奈川家賃安いし、でもっとクローゼットがいっぱいあるところがいい。クローゼットが神奈川、奈々ちゃんも神奈川でしょ、うん、粘着配信者って誰。いや一軒はやだ、だってさ一階じゃん、そのベランダから見えちゃうじゃん、絶対カーテン全開だからやだね。私なんか前にその足立区に住んでた時にあそこ1階だったので、カーテン開いてたので、私が普通に配信してるところとか見られてたの、通ったらあいつ配信してたよみたいな、カーテン全開でさ、でもそういうの気にして1階でいつもカーテンを閉めて密封してさ、嫌だったんだよね。特に私なんて1階に住めないってから、一軒家はちょっと、でも多分一軒家の方が審査通りやすいのかな、配信者って、
だ難しいよね。だから私キッチン配信じゃん。キッチン配信だからさ、広いキッチンが広いってなると、それに比例して部屋も広くないといけないじゃん。でも今の広さで十分なんだけど。ザラ今サンシャインコレクションメゾスペースとコラボしてる。え、マジ？そうなんだ。メゾスペース好きだ私。そう、でも高いよねメゾスペース。昨日持ってきてた長袖あれ1万5000円だからね。高いんだよメゾスペ。別に特にいい生地ってわけでもないんだけど、高いよね、うん、そうだね、うん、うん、パニックあるけど実家のそばじゃなくても神奈川だったらいっぱい人いるじゃん。だって、しかも最近あのパニック出づらくなったんだよね。もう薬毎日飲んでないんだ。ヴィンテージアイテムが可愛い。ご実家うちから徒歩5分ですね。うちから徒歩5分。せいさんも神奈川。あ、そうなんだ、すげえ。みんな神奈川に集結しようとしてるの。これ私本当に今突発的に言ったんだけど、神奈川住もうかなんて、うん、うん、岡も近いし公園あるし最高なのに。まあね、でも私岡と全然会ってないんだよね。おかんとね、みゆみゆみゆってさ、ナナリスじゃん。ナナちゃんって私のことを悪口言ってたってめっちゃ来るの、ハトが。でもそれってさ、ナナちゃんのその時の気分のことだよね。気分の発言だよね。いや私それ見てないから分かんないけど、めっちゃ来たんだよ。性格悪いよねとかさ、まゆは性格悪いとか。そうだよね、私もそう思った。わかる、私もそういう適当に言っちゃうノリがわかるから。え、来るんだよなんかずっと、うん、そう。212号さっきからうざい、うん、ねえ。そう、気分がなんか、それをなんか鵜呑みにして言ってこないでほしい。配信者なんて適当なんだから。え、ちょっと待って、その韓国配信ってさ言ってたの本人は。韓国じゃなくて近場の美容皮膚科に行く予定だったんだよ。そうだね、まあ、嫌い、なんかいちいち言ってこないでほしいんだよね。本人言ってた、多分それその時の適当なノリで言ってんだよ。嫌いって言ってたよ、嫌われてるねとか。めっちゃ来んの、ナナちゃんに限らず。例えばなんか知らんけど、ダッスーって前のこと嫌いだよとか。知らんけど別にダッスーさん、ナナちゃんきそうだね、うん、うん、私今日顔むくんでる。なんか最近なんか寝起き二重幅が大きいんだけど、まい、うんうん、ちゃんと食も一緒に行きたいって言ってた。あ、そうだ忘れてた。私韓国のあの食毛の、まあ、有名な病院があって、そこに食毛の相談をしたんだよ前回韓国にいた時に。だけどそこ人気で予約が取れなくって、
その切開リフトしたじゃん私。だからちょっとこうもみあげがなかったりとか、なんか普通こうあるべきなんじゃないの？ないからとか、まあ、ちょっと M 字はないかな、際どいとこないかな、まあ、とりあえずあの見てもらおうかなって思って、カウンセリングだけしようかなって思って、いやカウンセリングだけね、とりあえずで諦めたんだよ結局そこ予約いっぱいでさ。で東京相談会に院長が来るから、11月の何日頭にね、それちょっと行ってくるよ予約して。まきちゃん、あまきちゃんありがとう。まきちゃん食毛そうそう、じゃあ分かんないけど、そのプロの人から見て私のその生え際はどうなのかっていうね、なんかちょっと変なんだよほら、こうなんか分からんけどね、ちょっとまあ相談会ね、せっかく東京に院長が来るんだったらちょっと行ってくるね。ちょっと暑いなこれ。なんかボサボサですけども、まあちょっと行ってくるね、皮膚に埋め込むの髪の毛、なんか2種類のパターンがあって、切った髪をこうやって植えるのと、そのまま根元から皮膚を切り取っちゃって、その毛根を採取してそれを埋めるっていうパターンがあって、その皮膚から皮膚ごと切開して毛根のやつやった方がちょっと安いっていうね。あ、おつじょりです。そう、北海道行ったらしいね、奈々ちゃんね、機長さんと二人きりで、機長さんと二人きりでその北海道行ってるの。いいな、前も奈々ちゃんと旅行行きたい。あ、両タッチさんとも、なんで北海道なんだろう。いいな、リア凸のためにいいね。なるほどね、私大阪しか行ってないね。ね、まいちゃんとななちゃんの、まあそれはちょっとおこがましいですけど、ななちゃんとはそのコラボしてみたいなとは思うよ。女子会みたいな、ななちゃん全国、そうだね、地方リスナーさんどこがいいんだろう。うんうん、そんなことないの。実は奈々ちゃんうちに来たことがあって、キャリーちゃんが倒れちゃって、その時いい感じだったコメントが、ほんとほんとに平和だったよ、あ、九州とか福岡とか、そう300人を。で奈々ちゃん池袋の、それはちょっと行こうかな、シャンパンおろしに。300人ってすごいね、奈々ちゃん。前回もさ、すごいな、やべ、なんか爪が割れた、危ない、爪が割れちゃった。
まゆちゃん平均何人ぐらい来る？そんなにリア突はしたことないけど、そんな来ないよ。最高何人来たっけ？多くても10人とかじゃない？多分多くても。じゃ福岡ありだよ。でとりあえず11月はその関東エリアの温泉に姉さんと行って、次私福岡の姉さんに会いに行って、その福岡のそういう旅館とかおすすめのところとか姉さんにちょっとあれしてもらおうかな。でリア凸もして、キャリーカップ、え、カシマ、カシマユじゃねえや、ごめん、カシ、キャリカシか、カシ、キャリカシか、言いづらいね、キャリカシ、カシキャリ、どっちだろう、ちょっと間違えない、カシ、カシキャリ、キャリカシ、キャリカシ、すげえ言いづらいなこれ。え、でも私そのキャリカシは多分ですけど、あ、キャシンでいいじゃん、キャシン、あ、それだったら言いやすいわ、キャシン、すげえ言いづらい、キャリカシ、キャシンでいいじゃん。ちょっと待ってね、すいません。キャシンは多分すごく話題になると思う今後。どっちも配信のだし。まあ、いつも基本コーヒーですね、コーヒー。ちょっと朝ごはん食べていいですか？朝食。あ、ちょっと待って。もう断捨離っつうか、もう食べない野菜とかはカットしちゃうわ今。昨日買った服ってでもね、アウター2枚しか買わなかったよ結局。食べた2枚、あと2枚残ってるけどいけるかな、どう思う？ちょっともう食べない野菜は冷凍しちゃう、冷凍しちゃう。すいません、冷凍用で、芸能界デビューおめでとうございます。まあ、その件ですけど、辞めました。辞めました。白菜冷凍できるね。えのき、いや、この前の全然いける。この前っていつだっけ。これ鍋セットに冷凍しておきます。鍋セット、楽しみにしてた。まゆちゃんはふわっちのアイドルだから、ふわっちのアイドルだから、
エベ、あーん食われた。ハンターが狙っています。なんかこういうの楽しい。綺麗にきっちり。綺麗にきっちりと。聞こえる？でもさ、テレビっておもろくなくね？テレビ見てないんだけど、もう何年も。なんでなんだろう。見ないよね。もう今どういう状況で、なんか誰々と誰々が結婚とかさ、なんか見かけるけど、え、誰みたいな。そもそもあれ、ピューラどこやった。あ、ピューラ、うん、あった。テレビ見たら負け。どんな戦いそれ。いや、別にそんなそういうわけじゃないけど。あら、食べな。人参の皮体にいいからね。はい、全部きれいに食べるからさ、このここら辺とかもあげるから。ハニーとハチ、ハニーとフクちゃん一人で食べてるよ。少量みりん一味と煮つけてなめたけにして、やーだねやーだねポポンおはよう。よし、あ、嬉しい。朝食を、いや、何も決めてない。でも、あの、冷蔵庫に味噌汁があるから、味噌汁とご飯と、あと何やろ。あ、冷蔵庫すっきりして嬉しい。で、今日何日ですか？食パンが10月20日なんだけど、まだいけるか。まだいける、いけるくね。まだ眉は大丈夫だよね。パンとはあんまり関わりがないんで、ちょっとわかんない。あ、大丈夫。あね、みんなが大丈夫だったら、あと私よ、あと5日間ぐらいいけるな。じゃあ逆にみんなが大丈夫って言うんだったら、
見て、あの鍋セット、鍋セット嬉しい。冷蔵庫 があの空っぽになりました。こういうの嬉しい、なんか楽しい。でもこういうことばっかするからさ、冷蔵庫が缶からもらった謎の、なんだこれは、なんか汁出てるし、これ食うか。でなんとなく豚肉を解凍しておきます。わからん、なんだこれ、謎の包み袋、わかんないけどこれ食べるわ。じゃあね、北海道のお土産だから魚だと思ってる。なんかし、あ、みんな、あのさ、この前さ、銚子で買ったさ、あの超グロテスクの魚あんじゃん。あれ、あの犬にあげてる。なんかハニフクが喜んで食べてるから、あしし下ひらめ、そう、やっぱちょっと耐えれない。なんかやっぱ、いや、おいしいんだけど、なんだこれ、ん、あのチンして、あの身をスプーンでえぐって、それをあげてる。喜んでる、すごい。なんだこれ、なにこれ、ホッケ？ホッケってこんなちっちゃいの？最近魚ばっか食べてんの。気遣いの鬼。今日は
朝ごはんって感じで。油引いた方がいいよね。酒でむく、あ、だからまず油で。一人暮らしでさ、あの魚って絶対焼かないよね。ここ最近なんだけど、私魚を焼くの。そうそう、臭くなるからさ、あるんだよグリル。下にあるんだけど、あるんですけど、これ掃除するの一番だるい。だるい。トースター？トースターってでもさ、あの私パン食べないじゃん。パン食べないから。魚用のアルミホイル。え、それって普通のアルミホイルじゃダメなの？アルミホイルのあるよ。でも別にアルミホイルなくても焼けるけど。あ、へえ、アミさんシリコンのやつもあるんだ。つかないシートとグリルパン。あ、なるほど、グリルの中でアルミホイルやるってことか。で、その お酒はどのタイミングでやるの？ね、島ホッケって美味しいの？香ばしい匂いがしてきた。あ、間違えて逆でやっちゃった。油引いた、もちろん。え、煙がすごい。日本酒入れます。日本酒。これでふっくらするらしい。全然フライパンでいいよ、でも魚焼くの。料理酒でもいいんじゃない？
チンします。あ、チケット37枚、ありがとう。あ、かっちゃんありがとう。かっちゃんありがとうございます。あ、ねえねえ、忘れてた。なんで今日和食を食べようと思ったのか忘れてた。キャリーちゃんからお漬物をもらったんだよ。キャリーちゃんからよいしょ。キャリーちゃんお漬物、しゃくしな漬け、ちょっとこれ初めてなんですけど、しゃくしな漬け、え、おいしいの？楽しみ。しゃくしな漬け、キャリーちゃんからのお土産、読めないけどなんとかの特産。洗わずお好みの大きさに刻んでお召し上がりください。このままお漬物として召し上がるほかに、細かく刻み、七味唐辛子、削り節らを混ぜてふりかけにしたり、おにぎりにしたり、寿司巻きにしたり、また油で炒めても美味しいですって。秩父、あ、これチャーハンにしたら美味しそう。あ、中村くんが絶賛してたんだこれ。へえ、この汁がうまいの。どうする、これは一回全部出してあのタッパに入れちゃっていいのかな。賞味期限が12月15日なんだけど、これ半分切って半分冷凍した方がいいかな。てか汁は酸っぱいんじゃない、きっと。汁は酸っぱいんじゃない。汁捨てちゃうよ。何？そうだからさすがに多いから半分は冷凍し、分かった、じゃあ汁捨てない。冷凍ダメなの？なんかキッチンバサミなくなったんだけど。確かに汁何に使うんですか、これ。冷凍ダメなの？本当に冷凍ダメなの？初めて食べる。じゃあこれキッチンバサミじゃないんだよ。
ょっと食べきれるって。確かに12月までいけるしね。なんか梅の匂いがする。キャリーちゃんからもらったちょっと汁も入れてみます。じゃ今日のお漬物もう捨てちゃった。え、釘だよ。ちょっと混ぜると、ああね。よし。あ、いい感じだ。漬物の意味、ちょっともうクキリスやめて。苦しめないで私を。そこまで言うの？クキリス。買った意味とか言って。あ、てかもうこれこのまま食べればいいか。このまま。できました皆さん。今日の晩ご飯、あ、今日の朝食ですね、これが。はい。もいちゃんの今日の朝食です。島ホッケ豚汁、キャリーちゃんからもらったお漬物、まあ、こんな感じで、うん、今日は和食ですね。美味しそう。写真撮るか。今日の朝ごはん、減ってきた。私はポン酢派。確かにこれチャーハンにしたら美味しそう。じゃ、いただきます。島ホッケからいただきます。え、こんなちっちゃいホッケあるんだ。
あ、ほんとだ、ホッケだ、ホッケ、ホッケ、ホッケってなんか大きなイメージだった。うん、おいしい、ホッケだ、ホッケ、ポン酢がやっぱおいしいね。なんかもう味がしょっぱいのがついてる。ホッケうめえ。おいしいです。なんだこれ、何の野菜、これ何の野菜なんだろう。小松菜チンゲン菜、うん、あ、なんか、うん、おいしい。確かにこれみじん切り、なんかお茶漬けとかもうまそう。おいしい、チャリちゃんありがとう。しゃくし菜って書いてあった。うまっ。あ、むこむこちゃんありがとう。美味しい、この漬物。確かになんかいっちゃいそう、うん、この豚汁めっちゃうまいよ。あのなんかこの前煮干しと砂糖せちにもらった出汁と昆布を煮込みまくったスープをタッパに小分けして冷凍した。でそのそれをあのお味噌汁に入れて、衝撃的なうまさ。やっぱ出汁は手作りがうまいね。うまいです。なんか若い頃焼き魚あんま好きじゃなかったんだけど、なんか年を取るにつれて焼き魚を食べるようになった。なんでだろう、なんでだろうね。しかも魚って安いんだね。ホッケ、あ、うん、なんか良さが分かるようになった。良さが、最近私安いところで行ってるからか。最近私海鮮食べすぎ、海鮮食べすぎてなんかもう海鮮食べたくないっていう人いる。前が食べてるの見てももう食べたくないみたいな。毎日海鮮食ってる。え、楽じゃん、フライパンからって。これ皮って食えんの？食えないか。
うめえ。いいや、洗って家族にあげよう。洗って。おいしい。うまい。うめえってダメだね。おいしい。おいしいです。うん。確かにこれチャーハンにしようかな。唐辛子入れて、あー高菜チャーハンみたいな。なるほどね、なるほど。今日の夜ご飯は高菜チャーハンか。うん、あお昼ご飯でいいや、高菜チャーハン。うまい。で、まゆちゃんは気になっていた、ずっと。これ覚えてる？銚子で作ったお醤油、あの昆布の。この卵かけご飯を試す時が来た。この時が気になってた。気になってた。入れます。気になってた。味の素。味の素は旨味だからね。そう、椎茸の、あ、違う、これ昆布の方。カツオと昆布の。そんなことない。味の素が、は旨味だから。よし、いただきます。私卵かけご飯大好き。うん、もうちょっと醤油、醤油の上品な味がします。いや、お上品な形さ。この前さ、トリュフのお醤油買ったじゃん。それもちょっと混ぜてみよう。なんか全く分かんなかったんだよね。そうそう、なんか物足りなんかね、醤油感がなくって、醤油感がなくって、
美味しいです。あ、うまいな。美味しいです。濃い味が慣れてるから。なんかな、なんかこっちの方がダイレクトでなんか分かりやすいって感じ。分かる、分かりやすい醤油。これはなんかこうお上品で、なんかこう卵かけご飯とかだと、卵かけご飯はダイレクトな味でいいから、うん、なんかチャーハンとかにいいかもね。うん、確かに前の料理って分かりやすい味だから。あー、うん、そうそうそう、うん、卵の味、そうそうそう、お昼卵かけご飯にする。それだけだとちょっと寂しいんだけど、でも結局この中で一番うまいのは卵かけご飯だった。だからこの豚汁マジ美味しい。やっぱだしを作って冷凍してね、タッパに小分けしようかな。いや、キャリーちゃんのこの漬物も美味しいよ。こういろんな、いろんなのに使えそうじゃん。これはだからお茶漬け、チャーハン、あとなんだろう、あと何かな。あ、そうそう、うどんも。秩父の絹織うどん、秩父の絹織うどん、十分沸騰したお湯に8分から10分茹でてください。で、茹で上がりを餅冷水でよく水洗いしてください。ってことはなんだこれ。夏は冷やして冬は熱く食べなさいって。でも冷水でよく洗ってくださいって。うーん、秩父のうどんですね。なんかそうめんみたい、うどんって書いてあるけど、細いそばみたい。なんならこれが8分から10分。ありがとうございます。ありがとうございます。昨日のさ、あのキャリーマユのさ、あのキャリーマユちゃんめっちゃ似てたね。うん、ハートの中に見えるのはキャリーちゃん、マユちゃん、キャリーマユちゃん、ありがとうございます。似てたよね。似すぎて2人で笑ってた。いや似てたでしょ。で、皆さん、あの本日の昼間に
キャリーちゃんから超重大な報告があります。キャリーちゃんが今日昼間から配信するんで必ず見てください。超超重大発表。よろしくね。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。でこれはね、よく水で洗って餌にする、餌にね刻んであげてシェアしますから。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よくこの一人暮らしでこんなにさなるよね。一人ガチで一人だからね。でもこういうのは溜まっちゃうとなんか運気が悪くなりそう。運気がこういうの溜めちゃいけない気がするね。ダメだよね、運気下がっちゃうね。てか私思った、うん、あ、マユティはイベファンタですね。よろしくお願いします。またイベント出た時に、あ、水回り玄関回り、へー、風水で、なるほど。あと私からもちょっと報告っちゃ報告がある。あんま言いたくないんだけど、あーもうやっぱ言うのやめた、ごめん、やっぱ言うのやめた。いや、やっぱやめた、ごめん。でもまたいつか絶対言うこと時が来る。多分ここ3日以内ぐらい。あとは今日の昼間のキャリーちゃんに委ねる。あー、洗い物ってめんどくさい。ちゃんと譲られてるよ。ちゃんと違う違う、なんか嫌な話、嫌な話だから言いたくなかった、やっぱり。でもどうせいつか言う時が来るから、嫌な話。私なかなか人に怒ったりしないんだけど、そういう話いつか言わなきゃいけない時が。大体泡ついてるけど、もう慣れた。泡って別に味しないし。味しないし。今日お掃除しようかな、まゆちゃんは。お掃除しようかな。てかさ、マジで私買い物ね、みんな、私さ料理作りたくない。冷凍庫のやつマジ処理しないといけん。
冷凍庫マジやばい。だからちょっと冷蔵庫でも捨てたくないし、キーが気色悪いって言って私が喜んでたぐらい、今日そんな話しかしてない。ゼロワンがキーが、ね、気色悪いって言ってたって。コウキちゃんもタクマの女とか何やってんの本当。イライラしてきたー、イライラしてきたー。でもすげえイライラしてんの私。 NG ワードにしてるぐらい。あそこの界隈、まあ、コナちゃんとかもそうだけど、イライラするんですすっごく。でそこのね、そこのかね、私が NG ワードにしてるぐらいイラついてるのに、ゆまるちゃんがあのキャリーとマユとコウキちゃんがそのたくま3兄弟みたいなことをコメントしてきて、私あれすげえムカついてさ、すげえ腹立って、でそね、すげえ腹立ったわけ。あれ許せないんだけど、マジでマジで許せない。私あんまり人に怒ったりしないんだけど、それだけは本当許せない。で私がね、やめてって怒ったの。そしたらあのわら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 とか言ってさ、わらわらとか言って、マジで許せない。それってさ、私のこと本当に嫌いじゃん。だって人の嫌がることだから、私が NG ワードにしてるあの言葉だから、それそう、私が怒ってんのを喜んでたわけでしょ。いや許せない、それはもう。そう、自分が言われたら怒るくせにね、その NG ワード。そうだから私のことをバカにしてるんだよ。そうで、なんか私のことをお前さ、お前、私お前って呼ばれてんだけど、まあでもそ、なんかまあ若いしそんな感じなのかなって思って、若い子だし、まあ23、24だから、私ゆまりちゃんって呼んでるんだけど、私お前って呼ばれてんの。まあでもそういうスタイルとかあるじゃん、配信スタイルとか。だからそこは思わなかったけど、全部がだからその昨日のそのコメント一言とその草わらわらわらで、あこれもじゃあ私のことガチで嫌いで言ってたんだとか、あこれもエンタメじゃなかったんだとか全部なってきて、さっき言おうとしたことってそうなんだけど、あやっぱこれやっぱ言うのやめたって。だって喧嘩したくないけど、でもやっぱ腹立つんだもんね。で私は本当に怒ったら、ゆまりちゃんごめんね、あしかもなんかファンタ投げたしね、ごめんねとか言ってる、それはムカつく、ま、悪いけど。あハロウィン花火ありがとう。あしゅうちゃんありがとう、しゅうちゃんしゅうちゃんナイス、ありがとうございます。だからムカついたってこと、ちょっと思い出した、イライラしてきた。いや別に、あ、そうじゃ、エムコちゃんと旅行して軽くしてるのは別に私全く関係ない。そこは別に
何とも思ってない。そんなことはどうでもいい。私ね、だからそのどういう意味でキャリーちゃんとコウキちゃんとマユがそのたくま3兄弟って言ったのっていうことと、私は怒ったことに、怒った態度の後に爆笑したことによって、じゃあね、お前呼びとか私のこと嫌いとか鼻をへし折るとか言ってたのって全部バカにしだってことってなっちゃうわけ。ひっくり返して、わかる、うん、わかった。じゃあゆまちゃん今度から Y って呼ぶね。そう、うちはもう Y だから、もう イニシャルになりました。ゆまりちゃんも悪いけど、ちゃんもつけたくないから Y で。私鈍感だね、ポジティブだし、うん、だから嫌だったんだよ。でだからで29日にあの飲もうねっていう話もしてたんだよ。でもその時に、まあ、私から誘ったんだけど、そうマウント対決しようって言われたんだけどさ、マウント対決とかしたくないし、マウント対決、うん、言ってやるよとか言って、いやでもやっぱそれって本当に思ってなかったら言えないもんな、今考えると。だからそれはエンタメかなって思ったけど、本当に相手に対してなんか憎しみっていうかさ、そのなんか思わないと出てこないじゃんそんなの。だからもういいよ。だからもうその T の話もされたくないしな。てか普通に考えたら別に、じゃあ今言うけど、私別にマウントとかない。だってゆまちゃん可愛くて若いんだから、 なんで私32のおばさんが若い子にマウント取んなきゃいけないの。それもちょっと意味わかんないし、本当は32だってば本当に。まあもういいや、もうでも Y の悪口になっちゃうからもういいや、もうコメントもなんかそういうのもなんか良くないしね。まあでも私はちょっとイラッとしちゃったの、思い出したらまたイラッとして、さっき。とりあえずそれ嫌でしょ、もういいよ。もうでももうそういう悪口はなんか嫌なんだけど、だからそのミーコとか関係ないし、だからTの件でムカッときただけ、うん、もうええわ。もうだから429号みたいなコメント嫌い。私もうそういうの嫌い。そういうこと言ってるわけじゃないんだよな。バカにされてるってやっと気づいた。遅かったのが。私みんなんかちょいちょいコメントで来てたけど、あ、ありがとうリオンちゃん。うん、私鈍感なんだね。なんでみんなもっと早く教えてくんなかったの。でももうちょっと。やっと気づいたんだよね。あの T のそれでやっと気づいた。あ、それは絶対言っちゃいけないワードだから。あ、ありがとう。あ、パチャありがとう、パチャ。おはようございます。ありがとう。うん。聞きれなかった。まあ、じゃあ正直、まあ、だからほら。まあでもどうなんだろう、若いからかなって思っちゃったの。若いとこう口も悪いもんじゃない。
まあでも本当そう。うん。まあちょっともういいや。ストップストップもう。もうストップ。誰かハサミやって。まあそういう感じ。まあこんなことはもう一回でいいや。言うの。あ、そう。トップグループ分裂したの知らないよ。なんで私一番出勤してないんだから、むしろなんで私がトップグループもわからないぐらいの影の薄さなんだから。うん、うん、ま気持ち切り替えて掃除でもしようかな。でもさ、まあ、でもこれ失礼だよね、私も私で。なんか失礼だな、私も。あ、中村君、風船ありがとう。1ヶ月半だね、まだ。うん、もういいよ。もういいって。もでも、うん、キアリーのこと嫌ってたのに閲覧のためにコラボして失望した。もう仲良くしないで。私昨日配信つけてないんだけど、何言ってんの。457を、うん、何に失望したの。私昨日配信つけてないんだけど、でキャリーちゃんがイベントやってるから配信つけてもいいってなって、じゃあつけようってなったんだけど、なんで私失望されなきゃいけないのね。無料アイテムお願いしますってキャリーちゃんの幕で言って、なんでそれが利用とかなんの。それも意味わかんないから本気で、うんうん、わざわざ来ないでほしい。なんか中村くんから LINE 来た。朝から眉2週間に1回やるって。何をやんの朝から眉って。朝から晩ご飯ってこと。何をやんの。朝から晩ご飯作ってもらう。おかしいでしょ。だからそれも難しいじゃん。おかしいでしょ。中村くん朝早いよね。いや男と絡まないとかじゃなくて、奥ゆかしくない配信をしないだけ。だってふわっちの配信者ほとんどがさ、やっぱ男だからね。別に男と絡みたいとかそうじゃなくて、やっぱ需要があるメンバーがほとんど、その性別が男性だからさ、絡まないってことじゃないんだけど。だってうちで2人でご飯ってもうカップルじゃん。だってそうそう、男芸しないってこと。だから東京ラブストーリーを流さない配信って言ったら分かりやすいよ。私が東京ラブストーリー流さないだろうなっていう。うん、前とカップル配信とか無理って中村くんから来たんだけど、意味わかんないから。何なのさっきから。前とカップル配信無理なんだけどってなんで振られなきゃいけないんだよ。しかも、うん、まあね、なんか中村くんがうちの近くでさ、まあ、実はというと、その私千川住んでたんだよね。あの中村くんが引っ越すところ、知ってた？総理と実はあそこで同居してた。実は
懐かしいなって思って見てた配信。うわ線画を歩いてるって思って、あのほとんど あそこのキャバクラとかガールズバーはあの総理の行きつけ、そう同居してた半年ぐらいかな、私が配信始めたスタートダッシュの時、うん、半年、まあ、住んでたのは1年だけど、まあでも半年だね、あの元彼と住んでたからさ、あの半同棲した、うん、そう湯煙の外高いじゃん、高い、1000円するね、1000円するあんなね温泉じゃないのに、配信外でパトロール中村くんがマジでやりそう、駐車場に誰か男の車がないかなとかね、マジでやりそう、やりそうだわ、うん、でもね犬飼いは本当にしたくって、犬飼いはいいよね、だってそれって絶対的な絶対に平和な配信になるからさ、うん、抜き打ち眉チェックって LINE 来た中村くんやめて、抜き打ちとか、はい、配信外も絶対やだ、あーママありがとう豚ちゃん、そう犬ペットダックス群堂をカニヘンダックスをもう家族迎え入れたんだって、だからあのほらドッグカフェとかさ一緒に行くのはよくない？それは完全に奥ゆかしい配信だよ。うん。それは楽しみ。だから、あれだね。ほら。注射を3回すれば外出れるんだよ。ワンちゃん。そしたら、ハニフク合わせられるから、3回注射まずしてもらって。月1だっけな、注射。ダックス大好きだからね、機長さんのララちゃんも一緒に、それいいね、うん、人見知りだよねララちゃんね、うん、口開けば前そんなことはないと思うけど、うん、ワンちゃん会はあのほんと月1ぐらいでしたいレベル、いろんなおしゃれなねカフェとかでもいいし、あのペットと行けるね、なんかありそうじゃん、なんでも、うん、犬飼ったのも眉のためとかなわけないだろ、うん、おでまるって名前かわいいね、おでまる、おでちゃんってかわいいね、おでおでとか言って可愛いね。おでまる四文字結局言わないからおでってなる。うん、あ、私ね次ペット飼ったらあの名前ファンタにするね。ファンタスティックのファンタ。ファンタって。あ、ほらファンタ来たよファンタって。ファンタ抱っこしたらファンタ飛んだりして。ね、山田やんて、あグレートもいい、グレートファンタとグレート20倍もいいねあファンタローって山田くんがつけたの、あ買おうかなって、に20倍は長いか、あ山田くんのハムスターがなんて名前、ファンタローっていうのうまいね、ファンタローってうまいね、考えること一緒だね、ほんとゼニゲバの考えることは、あ確かにミラコとかね、せいさんがミラコって言うじゃん、ミラクル、ミラコ、ファンタとミラコ
ービィ。いや、ドンチキとか言ったらファンタとミラコってめっちゃいいと思う。猫2匹か、あ、そうなんだ、じゃあお前が完全に誠司さんのパクリだから、じゃあ中村くんは配信、じゃあ私思ったんだけど、多分いじられキャラなんだろうな。なんか私に何言ってもいいって思われてるかもしれん、本当に。いろんな人からそう思われてんのかも。前に何言っても別に、なんかそう思われてるだけなんで私。なんでなの？火薬さん的な存在なの私って。何言ってもいいっていうのはさ、あるよね。いや、ノリっていうか、アンチもそうだけどさ、そこまで言うってのあるじゃん。あるよ絶対。あー、そっか、許しちゃうところもあるからか、なんかね。いや、愛されキャラじゃなくて、なんか何言ってもいいっていうね、それすごい嫌だけど。まあ、だから今日のね、朝ちゃんと怒ったよ。それだけは嫌だったから。気になったら何でも暴露。配信者はね、配信者はふわっちはね、暴露。でも今の時代もう暴露ってさ、もう暴露した人が叩かれるようになってきたよね。昔はその暴露した人が正義だったけど。配信外のこと違う、マジ中村くんやめてもまあ中村くんもさすがにそこは空気読むんじゃない、ちょっとやりすぎっていう。そこは大丈夫だと思うよ。多分ネタで言ってるだけだと思う。ベルサイユさんが出てきてから花屋ゆきさんもその人出てきて、なんで？なんかあったの？てかベルサイユさんやばくない？あのさ、イベント2日目でキャリーちゃんと同じカテゴリーだったんなんだ、今、ね、同じカテゴリーなんだけど、昨日2日目にして80万ポイント1位で、もうそれプラプラの2日目で80万ポイントってガチで、あのイキリストくんとかのレベルだから、もう最速プラ。いやだから私言ったじゃん、もしかして、あのもしかしたらふわっちの顔になるかもって言ったよね私。ハチコありがとう、あ、むーちゃんありがとう。私なんかわかる、ふわっちの顔になりそうな気がする。うん、なんかでもなんか心配しちゃう、その雑談っていうか、何時間もさ、何十時間、なんか36時間とか配信してるじゃん。だから心配になっちゃう、寝ないのかなって。36時間何を喋ってるの、しかも36時間配信したの私2回しかないよ、3年間で。イベント最終日の、あ、とつまち、ね、頭がいいよね。なんかその、なんかその吸収力っていうかさ、あの理解能力がすごくない？配信歴多分2週間目、1週間か2週間目ぐらいでもうテロップで、あのナイスは誠司さんに、来月からナイス頑張りますみたいなさ、そんなの考えられるのもう何年も経たないと、すごいなって。もうこんな短期間で
もう理解してしまったこのふわっちを。リスナーさんに大喜利をさせたりとか、いやリスナー歴長くないんじゃない、あのホストで1億円プレイヤーなんだっけな、それもだから嘘だと思ってたけど本当なんじゃないかなって思ってる今、ただものじゃないよね。で多分女と住んでるよね、なんかたまにこうやって、あこれやこのねおしっこしたやつそっちに流しとけみたいなやり取りしてるよね。わかんない、こうやってたまにあるよね。あ弟子なんだ、まあいいおかまちゃん、あしかもいい人だった、なんか最初ムカついたの、すごい1億円プレイヤーホストで、もしかしたらもうあと1ヶ月でプラプラになって、今ゴルプラのとこにいるけどもう来月には11月中にプラプラ、じゃあマユトラによると11月にプラプラになる、ベルサイユさん、トップダンディ、あすごいね、だ歌舞伎町でいう45みたいな、ホストクラブで一番有名なんじゃない、なんか昔だったらエアーとかで、ねえ、だからその配信に映らない時間を、だから優しすぎてトイレ行く時間って誰も映らないじゃん、それも配慮してんじゃない、すごいこうやっぱこうリスナーさんを一番に思ってる人がやっぱ応援されるよね。ねえ私思うんだけど、あのすごいねフワチのキングの後継ぎになる気がする、来年じゃなくても超える、あーそっかもう11月か、早いねもう、あー来年33歳か、早いな、12月でクリスマス、早いなもうでお正月か、今年早かった、まあでもいいや、厄年だし翻訳だし、え今年早かったなマジで、何やってた今年、今年も濃かったな私は、去年と今年濃かった気がする、そうだね去年が初の韓国デビューだしね、まあ、なんだかんだことね今年もいい年だったけど、本当だね30歳から早くなるって本当なんだね、恐ろしい、やだもう40になっちゃうの、考えたくないな、33歳から35歳一番綺麗な、でも韓国の占い師が言ってた、来年モテ期来るって言ってたよ、来年の頭ぐらいからモテ期が来るって言ってた、あの占いの人が、後役だしね、じゃあモテ期っていろんなモテ期がある、例えばリスナーさんにモテるとか、リスナーさんにモテたい、もっとたくさんあの応援されたいし、男女問わずね、来年の方がなんか仕事がうまくいくって言ってたような気がする、原宿の母も韓国の母も、よしいいことは信じるから、いいことは、そうそう人気商売だもんね、浮いたな、あーそうなんだね、
てかウイタンってほんと綺麗で若いよね。うん、占い師の友達いけどマジ適当だからね。私も最近そう思ってきた。そうなんじゃないかなって。2025年だから来年だもんね。あ、韓国では、あ、言ってたわ。そうだそうだ、言ってた言ってた、うん、まあ、未来どうなるか分からんから、今を生きる、うん、今を生きます。いや、人間性でも、でもさ、なんでこんな私アンチが多いのかよう分からんよね。私赤文字で終わりますよ。で、皆さん、あの昼間、あのキャリーちゃんのが始まるから、みんな見に行ってね。前のリスナーさんも重大発表するから、キャリーちゃん、うん、うん、あ、トリックアトリート、しーちゃんありがとう。山ちゃんが眉が可愛くて稼いでるからあんちゃんひがみてた。山ちゃんも、あ、やさおまゆちゃん、あんちゃんありがとう。あんちゃんナイス、ありがとうございます。あんちゃんバキューン。え、山ちゃんも言ってくれてたの。え、山ちゃんも言ってくれてたの。そうやって、山ちゃん、あの幽霊の山ちゃんでしょ、お化け屋敷の山ちゃんさ。この流れで言うのちょっとあれだけど、太ったよね山ちゃん。めっちゃ太ったよね、衝撃なんだけど。あれ山ちゃんめっちゃ太ったよね、超太った。あれ、私が絡んでた時の山ちゃんと全然違うっていうか、もしかして山ちゃんってさ、お金持ちになった？配信者でお金持ちになるとめっちゃ太る人は太るよね。すごい有名なの。え、どれぐらい、例えば、うん、バズってるの？どんだけ稼いでんの？それはお化けで、その幽霊配信者で、あの人気になったの。いやいや、平田愛理じゃん、平田、あれ、それじゃなくて、あれに似てた、なんか、あのジャニーズのあれにすっごい似てたよ、あの玉森、うん、そうなんだ。なんかみんな有名になっていくね。おはよう、これ使えるのかな、これ使えるのかな。あ、もっちゃんありがとう。もっちゃんおはよう。もっちゃんあと3分で終わっちゃうけど、5000アイテムナイス。もっちゃん、ハートの中から見えるのはまゆちゃん、まゆちゃん、まゆまゆちゃん、ありがとうございます。ありがとう。最後にね、高額アイテム、すごいね。TikTok で成功するのほんとすごいな。TikTok で遠い存在ですね。もう私のこと多分下に見てると思う。下には分かんないけど。へ、うん、やっぱり面白くて配信上手い人が、まあそれもそうだけど、まあでも応援してもらえてる人はリスナーさんを大事にしてる人が多いかもしれない、うん、すごいな。そんなに体に出るよね。だからこうし、ね、し出世がで太っちゃうね。これこれさんもそうだし、みんな太るよね。あの、まあ、あの川西さんとかみんな太っちゃうね。
はるちゃんとか赤川さんとか、そうだね、うん、そうだね、香川さんもそうだね。え、私エビゾウさん実物見たことないから知らない。前はな、え、私太ってたよ去年とか。あ、去年がピークで太ってた、本気で。あ、みんな覚えてる？去年私やばかったよね。え、待って、これまゆちゃんみたいな。なんか誰かがスクショ載せてツイートで、で、あの、え、ちょっと待って、これ、え、そうそう、すごい、もう背中もしっかりしててさ、マジで太ってた去年。いや、お腹もそうだけど、でかいんだよね私太ると。あ、ごめんなさい。じゃあね、皆さん、あ、次枠やるか。あと30、次枠で終わるわ。じゃあ、お腹がボヨンボヨンだった。それだけじゃなくて、ほんと全体的にもうデブ、もうでかい。去年多分55キロぐらいかな、55キロぐらいで、今49かな今。ストレス太りっつうか、なんかね、彼氏ができたりすると多分どうでもよくなるのかな、誰に見られても。なんでだろう、分からん。私ね、彼氏できると太ったりしちゃうんだよね、あと、うん、かなあ。あとはなんか、みんなが私が食べてるの好きじゃん、だから料理配信見たいってもう去年言われすぎてたわ。それだな、それでなんか料理配信してたらどんどん大食いになっちゃって、どん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 。そうで、しかもコメントで、まゆちゃんはそんなに食べてんのに痩せてるとかコメントで言うから、私は痩せてるって思っちゃって、そうマジで。でコメントちょいちょいあるの、どうせ生えてるんでしょうとかで、気づかなかったんだけど、誰かとコラボして気づくっていうね。え、待って、まゆでかくないって。いや、ほんとほんと、アンチまでも言うんだって、どうせ生えてるよねとか。いや、本当によく食べてこのポテンシャルですけどって思ったけど、普通に太ってた、うん、うん。ダイエットレシピ作ろうよ。いや、もうダイエットレシピはなんかね、ダイエットメニューってなんかストレスを感じるよね。食べてもあんますぐお腹空いちゃうし、なんかダイエットメニューって逆に太るんじゃないかな、うん、ね。イライラしてまた思いっきり食べちゃったりして、うん、そうそう。だからこうストレスなくブリシャブとかね食べてれば、うん、前太って、そう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 、まあ、でも私病むとね食べなくなっちゃうかな、病むと。まゆちゃん細っ、太ってるんだ。まあ今普通かな、今は普通。そうそうそう、調子乗って今から太りづらくなるから、あ、痩せづらくなるから、そんなね、まゆちゃんは何してもとかそんなことありえないから。たまにはここでね、ダメ。あ、こっち眩しいな。あ、こっち眩しい。ダメだ。いや、そんなお腹いっぱいの時にね、何食べるって。特にちょっと今日部屋掃除しないとな。いや、なんか眩しすぎた、うんうん、脂肪吸引しても何食べてもな、いや、そんなことないよ。普通にお腹太るよ、食べすぎたら。それはね、た
ただ脂肪ができづらい、脂肪がで、ちょっと掃除する30分後に、そうだね、少しずつ私ね、なんか変わってきてる気がする。ちゃんとキャリーちゃんと、あのてかまあ普通に誰かと出かけるのにメイクするっていうことが本当になくってさ、変わったよ少しずつ。やっぱ形から入っていくっていうのは大事だね。で形から慣れていくから、それがさ、うん、で宣言したのいつ、ちゃんとそれも記録ね、1ヶ月経ったら知りたい。うん、はあ、ビタミン C、 ビタミン C です。そうそう、リスナーさんに言われても本当そうだったね、うん、イチゴの毛布はないよ、もうイチゴの毛布ない。ああいう毛布系欲しいな。ああいう毛布系。計量カップで飲むの。ちなみに、あの、計量カップを、で、あの、を生み出したの、私ね、金ちゃんの真似とか、あの、カーニャの真似って言われるけど、これ、スタートダッシュ、これ、私だからね。これ、スタートダッシュ、私なの、これ、ガチで。ちなみに、金ちゃん、計量カップで飲まないから。まあ、でもこれあの実は総理が計量カップで飲むから私も映っちゃったっていう。総理は計量カップでお酒飲むわけ。そう、いや彼には分かんないけど、うん、違うのすごい言われるの、やめなよ彼への真似すんのとか。いや私発信なのに。総理ね、元気かね総理ね、うん、いや山田くん太ってない、うんうん、これいやなんか、ね、多分更年期かな、うん、ハニーちゃん更年期多分ボケてる。全く吠えなかったけど、ここ2、3年、ここ1年ぐらいかな、ここ1年、2年かな、そうそうそう、なんか急に何かに吠えたりとか、ボケかな、うん、ボケたんだろうね、11歳だから。犬で、人間でいう11歳って何歳なんだろうね。うちのいとこのチワワは13歳で永眠しちゃったからさ、平均15、6とかなんかな、うん、いや11歳、うん11歳だね、間違えた、11歳だわ、2013年だったの。ほら !2013 年の1月11日生まれ。あー、まゆちゃんおはよう。あ、エマちゃんおはよう。エマちゃん。エマちゃんおはようございます。何やってんの、何、え、何
ダメ。なんかに吠えてんの。洗面所。ちょっと待って、洗面所汚いかも。まあ、いつも通りかな。いや、なんか見えてんじゃない。よいしょ。お腹が苦しい。生まれて1歳1年で20歳になって、それから1年たびに4歳増える。へえ。まあ年だね、年、うん、ちゃんと片付けますから本当に。でね、みんなデニムってさ、何回履いたら洗う？なんかさすがに1回履いただけで洗濯しないじゃん。何回履く？3回？あ、みんな3回？10回？3回？5年？へえ。じゃあそろそろ洗おうかな。多分5回ぐらい入ってるから。私地面とか座るしね、うん、地面、うん、安いのはガンガン洗う。あれあのデニムちなみに3万ぐらいするんだよ。もっとするかな。私のみんなバカにしてんじゃん。あれさもっとするかな。いや、もっとするな。あれ、いや、あのダボパン、みんなが言ってるダボパン、あれ何のブランドだっけな。ブラックバイマウジー、ブラックバイマウジー。あの、じゃあブラックバイマウジーってマウジーのもっとワンランク上のマウジー。あの、だってこれデパートで買ったもん。違う、あのマウジーのもっと上ランクでブラックバイマウジーね。ブラックはちょい高だよね、さらに。でもさ、マウジーだってさ、まずパンツ1枚2万ぐらいするくない？それのちょい高めだから、多分本当に、いや私これ5万ぐらいした気がするんだけど、うん、まだあるんだね。いや、でもこれ買ったの3年前ぐらい、いや2年前ぐらいかな。うん、だってこれデパートで買ったもん、うん、毎日。そうだよね、そうそうそう、分かんない。マウジーってなんかもうなんか10代のイメージだな、うん、まあデパートってルミネワンのことなんだけど、ルミネワンだよ。デニムは基本2万ぐらいの、まああとでもユニクロもいいよね。ユニクロも、うん、マユコーデでキャリーちゃん泣いたの今思うとあれもウケるな。ユニクロいいよね。わかるわ、ユニクロのデニム。でもなんだかんだ私もう一個さデニム持ってるじゃん。もうそれ 10年履いてる。あのアルマーニのデニム、あのあるじゃん、あのきっちりしたパンツは持ってんじゃん。あれもう10年履いてるわ、10年履いてる、うん、なんかあの履きやすくって、
いつものいつものデニム、うん、えでも肩古いとか古くないとかわかんないけど履きやすいから、うん、違うんだよ同じ服ばっか着ちゃうもん、うんうん、同じ服ばっかり、うん、まあでもいいじゃん逆に10年履いてるってあのヴィンテージ的な、そう流行りや、回りますから、うん、あの機長さん家に行った時のワンピー本当かよあれ捨てたよあの1回であのシーンで買った1000円のワンピーねなんかの水着みたいな生地でさあとなんかね太って見えたあれシーンで買うのは難しい結局だから着ないなんか外れが多いからなんか無駄金だよね難しい全然違うんだもん届いたら、うん、そうシーンはねアクセサリーとかだってんじゃないでもシーンで買ったバスタオル2年使ったもう2年もう今も使ってるけどさすがにもうちょっと捨てるわ透き通ってきたからバスタオルが透き通ってるこれバスタオルをこうやってパンって開くとあの私の体のラインとかが分かっちゃうぐらい透き通ってるからさ拭いてももう全然濡れてるし髪の毛だからこの前あのあれ買ったタオル研究所っていうバスタオルを買ってみたなんか今それが流行ってるらしいからいやもう2年使ってるそのバスタオル今ねそれが届いたらもう捨てるけどあ雑巾にしてから捨てるか確かにお掃除してそうだね確かにそうタオル研究所がいいやつらしいからさ買ってみましたよこの前アマゾンがセールだったからアマゾンで、うん、身長あってかっこいいのにマジで服を完璧にしたら優勝なのに、うん、いや私自分でおしゃれって思ってる昨日だって長袖にダボパンにあの帽子でねあ、そうだ三田さんに言われたオキシクリーンをまゆちゃんオキシクリーンを次買っといてくださいってそうだった、うん、研究所乾きにくいあ分厚いんだじゃあ違うよみんながおしゃれじゃないって言うからそうなんじゃないかって思っちゃうところあるって絶対えちなみにさ昨日着てたさ黒のワンピあるじゃんなんかあの、まあ、ちょっとドレスっぽいやつあれはあれ自体は可愛いよねあの6、7万したワンピース、うん、可愛いよねあれは大事な日とかに着よう、うん、あれなんだっけなどこのブランドだったっけなあれもデパートで買ったんだよルミネワンっていうデパートであディナーとか確かにいいねあれ7、8万、うん、7、8万待って今日さ24で明後日かなすわあ26日早起きだ朝の6時に起きて支度して明後日ね、明後日から三田さんと2泊3日楽しみで明日早めに配信終わろうかな明日は昼間までにしよう、うん、ね
三田さん懐かしい。三田さん、そうそうそう、この前も2ヶ月ぶりに、そうそう、ミサ、じゃあ、ミサママのところっていうか、あの、そう、しょ、そう、ミサママに紹介してもらったホテル2泊するからね。そう、ジャンジャーのアニマルホテル、そう。ジャンジャーのね、いろんな動物映しちゃってくださいって、配信でって。楽しみ。あと、和道さんに、あの、LINE しとかないとな。忘れてた、それも。そう、豚とか馬とかロバとかいるところ。すごくない？ホテルに。ホテルに豚とか馬とかロバがいるんだよ。ホテルの部屋を、ドアを開けたらいるっていう。で、あの、湖があってさ。ね、すごい楽しみ。うん。ミサママがそこで配信しててめっちゃ盛り上がってたよ。ねえ、アキラくんにゃん、楽しみ。この前さ、あの、コラボバトル、ニコマちゃんとコラボバトルしたらさ、マユにさ、んー、待って、こうやってやってくれて、超可愛い。なんか、アキラくんって特別可愛くない？特別可愛いよね。配信会で一番可愛い気がする。なんか、沼っちゃう、なんか。配信会で一番可愛いと思うけど、みんなどう思う？やっぱ養分の子供なんかな、ふわっちだし。いやー、あきらくんがもうピカイチ可愛いけどね。まあ、みんな可愛い、ゆいぴさんも可愛いけど、あきらくんほんと可愛いんだよ。ゆいぴさんとか言って、うん、特別可愛いよ。ゆうぴーかわいいね。うん。しんやくんって誰？うん。和藤さんの猫もちゃんずっと見たから余計にかわいい。なんか違う。私は あんまりよく見てないんだけど、なんか、あきらくんはなんかこう、気持ちが入っちゃう、なんか才能がある。私子供できんのかな？いつか。あー、どうなんだろう、会ったことがあるからなのかな。なんか、電車のことなんだっけ、なんだっけ、ブーブだっけ。なんか、そう、なんか言葉遣いもね、赤ちゃんみたいで可愛い。あ、ブーシャ、ブーシャって。うん。うん。舞ちゃん、男の子産みそう。でもね、うちの家系がほとんど女家系だから、いとこもほとんど女だし、男いないから、そういうのってさ、遺伝していくのかな？うち、いとこも、もうほとんどもう、女。子育て配信したくない。うん、あれ、ウイタの子供って男の子だっけ？ウイタンって。ウイタンって、あ、女の子か。でも私、ウイタンって男の子を産みそうだなって思ったの。私もそう見せかけて女の子産んだりして。うん。やだな、女の子産みたくない。女の子産みたくない。心配で。なんか、心配。男の子の方がいいな。やだな、今の時代。今の時代、携帯でさ、濃厚な AV 見れるじゃん。やなんだけど。でも、携帯持たせないとね。うん。それ、嫌じゃない？今の時代の子供たちって。何でも見れちゃうからさ。もう、うちの、だからね、うちの、その、ね、甥っ子もさ、あの、検索してたもん、携帯開いたら、その男の子の。エッチな静香ちゃんって検索してた。エッチな静香ちゃん。エッチな静香ちゃん検索してたからね。うん、だから、ああ、そうだね、確かに。うん、だから昔は、
ね、なんか私ね公園でエロ本が落ちてて、ね、ちょっとこれ見てとか言って友達とドキドキしながら見て、で、ね、これまた明日も見てみないとか言って、ちょっと草むらに隠そうよとか言って隠して、ね、まるまるちゃんこの前行ったさあそこの公園のあれさちょっともう一回見てみようよとか言って、だからその時の方がなんか逆になんか今すぐ見れちゃうからさドキドキ感ないね、うん、あるあるだったんだ、うん、なぜか通学路にあのね、私はね公園に落ちてた、公園の草むらにそれが落ちてて、もう年季入っててなんかナメクジとかも挟まってたけど、それもう汚かったけどもう見てた。私平成だよ平成、うん、あれなんで落ちてたのね、確かにね、うん、雨で濡れて乾いてそうパリパリだったりとか、雨に濡れてジメジメして時にはナメクジ月の見たりとか落ちてたよ。てか私ねあそこに住んでたんだよね、バチ公園の知ってる？昔だからあの馬事公園って馬が歩いてるの朝毎日、私馬と一緒に登校してた。今思うと考えられないよね、世田谷区で、世田谷区で毎日朝お馬さんと学校登校、前が小学校の頃、馬事公園って知らんかな、お兄ちゃんお姉ちゃんがいるとマセレの範囲、そうだね確かに、大正時代じゃなくて、うん、馬事公園って知らんか、馬事公園だけど、桜新町、あのサザエさんの町住んでたの私、子供の頃ね、あのちょっと一瞬ね 1年ぐらい住んでた、そう1年ぐらい、うん、シルブじゃないよ、あの 1K で兄弟4人とお母さんと住んでて、本当にマジですごいよ、あの兄弟4人とうちのおかん、だからお兄ちゃんとお姉ちゃんは部屋があったけど、その部屋って襖なの、襖が上と下あって、上がお兄ちゃんで下がお姉ちゃんで、襖の中にベッド敷いてあの漫画とか置いてたりとか、そう 1K に住んでたそうドラえもん部屋みたい、そう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 、押し入れにそう上を鬼で、私はなかったから羨ましかったの、いいなお兄ちゃんお姉ちゃん襖の部屋があってとか言ってなかったから、そう家賃も安いとこだったよ、なんか全然全然貧乏だったからね、ほんと、うん、そう部屋憧れたね、兄弟多いとね、だから兄弟多くていいねって言われるけどさ、なんも別になんだけど、ピンキーだって うちのここら辺もだから世田谷だけど、そのなんかこの前ね、あの他界しちゃった西田敏行だっけなさんも近いらしいよ、うちからめちゃくちゃだけど、あの団地もいっぱいあるしね、うん、お母さんにお小遣いあげてないよ、うん、あ熊太郎ちゃんもそうなんだね、うん、いやあのね団地ってあの収入によって違うんだよ値段がね、団地だから収入多かったら家賃高くなっちゃうし、決まってないよ団地って家賃、うん、おかんは稼いでるでしょ、うちのおかんは稼いでるよ、しかも
まあでもね、もう赤文字だからそろそろ終わるか。なんだかんだで皆さんね、あの多分もうすぐキャリーちゃんが始まりますから、でキャリーちゃんの枠の重大発表をみんな待ってて、私も待ってようと、この間もなくかな、昼間に配信始めるって言ってた、1時かな、分からん、忘れたけど、お楽しみに。急展開重大発表始まるって、急展開のお楽しみに。前の雑談楽しかった、あよかった、あ13号さんもありがとう、私はお掃除しますからこの部屋を、重大発表、私それ聞いた時に、えーとかで、あーまゆちゃんおつまゆ、あーたまちゃんありがとうね、匿名さんありがとうございます。皆さんこの前さパジャマもらったじゃん、またパジャマいただけちゃうみたい、明日か明後日に届くみたい、またあんな可愛いパジャマをさ、ありがとうございます、超楽しみ、楽しみに待ってます。じゃあ皆さん、あのお掃除しますから、またあの配信、今日もね、あの今日今度こそ今日夜つけますから、昨日キャリーちゃんの枠だったけど、じゃあ皆さんバイバーイ、楽しかったです、バイバーイ。